飲み物は行き渡った？あります。それじゃあ行くわよ。文化祭お疲れ様。お疲れ様でした。喫茶店大成功だったね、お姉ちゃん。結果は残念だったけど。僅差の2位でしょ。あれだけ忙しくて2位ってどうなってんのよ。食材がなくなってしまってはさすがに十分すぎるほど取ってきたつもりだったが、そうか、まだ足りなかったか。材料が余ったらそれで打ち上げの料理作ろうと思ってたのに全く余らなかったわね。さすがに腕がちょっと痛いですね。なら私がマッサージしてあげるよ。ありがとう、ゆなちゃん。でもさすがにここじゃ。じゃあ後でしてあげるね。ええ。じゃーん、私と高島ちゃんでお菓子を持ってきました。あと文化祭で売ってたものも買ってあるよ。へえ、気が利くじゃない。いつ用意したの？休憩時間の時にゆうきちゃんと見て回ったんだ。休憩時間が同じだったら一緒に行ったのに。あ、お好み焼きとかもあるんですね。家庭科室行って温めてきます。ぎん、一人では大変でしょ。私も一緒に行くわ。あ、待って、私も一緒に行くよ。ただいま戻りました。熱々にしてきたよ。食べたいものがあったら言ってください。頭はお好み焼きだ。おお、あんりゃ結構うまいぞ。あ、本当だ、このお好み焼きおいしい。そういえばうどんのお店もありましたね。本当か、たまとしたことが見落とした。みんなは食べたのか？私は食べた。おいしかったぞ。そうなのよね、あの先生毎年やってるからかなりの腕になってるのよ。あ、それゆうきちゃんも言ってた。ということは私も食べたよ。私も食べたわ。あんずは？私もいつきちゃんに教えてもらって。たまだけか。楽しかったですね、若葉ちゃん。そうだな、こんなに楽しい文化祭がやれるなんて思っていなかった。そうなの？ああ、文化祭を楽しむ余裕はなかったな。はい、そこユーキッチ暗い顔しない。時代的にパーッとやれなかっただけだから。だからこの文化祭は楽しかったわ。とってもハッピーよ。目の回るような忙しさだったが、充実感のあるいい文化祭だった。時間が足りないくらいだったよ。これで1位が取れたら完璧だったのにね。いや、そこでそれ言う？そういえばさ、誰かナンパされた人いる？ん？いや、なんで全員黙るのよ。何？これだけ女子がいて浮いた話の一つもないの？女子力足りてないんじゃない？いえ、風先輩、ウェイトレス姿のゆうなちゃんは間違いなく可愛かったと証言します。話しかけてこなかった側が悪いのでは？うん、なるほど、そういう考えもあるわね。いやいや、忙しすぎてそれどころじゃなかったから。ふらっといなくなったくせに何言ってんのよ。休憩時間だけでしょ、他の時間はちゃんと働いてたって。知ってるわよ、それでも急にいなくなって大変だったんだから。待って待って待って、え、何？本当に誰も何もなかったわけ？あるわけ。そういえば若葉に声かけようとしてる人見た気がするわ。それならひなたんが追い払ってたよ。そうなのか？そんな、追い払うだなんて。若葉ちゃんのお仕事の邪魔をする輩に帰ってもらっただけですよ。そうか、気を使ってもらってたんだな。え、今のってこの反応で正しいの？ちなみに
日向先輩に声かけようとした人はご先祖様がずっと一緒だったから諦めてたよ。気づかなかった。いや、だがそういう話だったら私も見たぞ。せっかが年上の男に話しかけられていた。本当？本当？なんでそんなにびっくりする？いや、だって、あ、それなら私も見たよ。せっちゃんがニコニコって笑うと相手の人がしょんぼりしてた。ま、プロのウェイトレスとしてはあのくらいの相手華麗にかわせないとね。いつからプロのウェイトレスになったのよ。あの服を着てる間だけ。なんというか、ユーキッチも声かけられてたっしょ。え、本当なの？ユーナちゃん。ユーナちゃん、美味しかったよとかは言われたけど、ナンパはされてないよ。天然つえ。夏目さんも女の子に声かけられてましたよね。あ、それ私も見ました。そうだな、男子には声をかけられていないが、女子には感想を言われた。素敵ですと。ちゃんと厨房に伝えたぞ。天然つえ。なんだ、結構声かけられてるんじゃない。カリンはなかったの？なかったわよ。え、いたよ。カリンが気づかなかっただけで。嘘。ほんと。完成型勇者が一般人の気配に気づかないなんて。どこにショック受けてんのよ。